条例案等につきまして、その概要をご説明申し上げます。議第1号、松江市職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、係長級職員の職務の給与を統一するものです。議第2号、松江市職員の退職手当に関する条例の一部改正につきましては、条例の適用対象となる非常勤職員の要件を緩和するとともに、60歳以後に退職する職員の退職手当の特例を設けるものです。議第3号、松江市事務文書条例の一部改正につきましては、子ども真ん中社会の実現に向けて取り組むため、子育て部の名称を子ども子育て部に変更し、子育て施策の拡充を図るものです。議第4号、松江市支所設置条例の一部改正、議第10号、松江市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正、議第12号、松江市立図書館の設置及び管理に関する条例の一部改正につきましては、島根町及び東出雲町における複合施設の整備に伴い、島根支所及び東出雲支所、東出雲公民館、東出雲図書館が移転するため、条例で定めるそれぞれの所在地を改めるものです。議第5号、松江歴史館の設置及び管理に関する条例の一部改正につきましては、松江歴史館運営協議会の設置を定めた条文において引用する博物館法の規定が改正により上ずれすることに伴い改正するものです。議第6号、松江市消防団員の定員、任免、給与、含む等に関する条例の一部改正につきましては、消防団員の年額報酬を増額し、災害出動、訓練、その他の出動報酬を見直すとともに、消防団員の定員を改めるものです。議第7号、松江市国民健康保険条例及び松江市介護保険条例の一部改正につきましては、国民健康保険料及び介護保険料の徴収猶予及び減免について、感染症の影響を理由に対象者や機関などにかかる特例を設定できるよう規定を改めるものです。議第8号、松江市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正につきましては、国の基準の改正に伴い、関係する7条例について、安全計画等の策定の義務化、送迎用バスなどの運行時における子どもの所在確認の義務化、懲戒権に係る規定の廃止などの改正を行うものです。議第9号、子ども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につきましては、法律の施行により、本市の条例において引用する子ども・子育て支援法の規定が上ずれすることなどに伴い、関係する3条例について改正するものです。議第11号、松江市総合文化センターの設置及び管理に関する条例の一部改正につきましては、松江市総合文化センターの改修に伴い、利用料金の基準額を改めるものです。議第13号、松江市立地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例の廃止につきましては、同施設を地元に貸し付けることに伴い条例を廃止するものです。議第14号、松江市手数料徴収条例の一部改正につきましては、建築物のエネルギー消費性能の向上を推進するための各法令の改正に伴い、新たに設けられた手続きにかかる手数料を新設し、既存の手数料を見直すものです。議第15号、松江市普通公園条例の一部改正につきましては、開発行為により新設された公園を本市が設置する普通公園に加えるものです。議第16号、松江市公営企業の設置等に関する条例及び松江市生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につきましては、新地中央地区農業集落排水処理施設の処理区域を公共下水道へ接続することに伴い、計画処理人口、計画汚水量などを見直すものです。議第17号、令和4年祭第2号地滑り災害復旧工事の請負契約締結につきましては、西印旛町で発生した地滑り災害復旧工事を施工するもので、1月18日に入札を行った結果、1億5840万円で新事故建設株式会社と請負契約を締結するものです。議第18号から議第20号までの松江市新庁舎建設
建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事の請負い変更契約締結につきましては、建設資材の高騰などに対応するため、工事請負い契約等に定めるいわゆるスライド条項を適用し、増額変更を行うものです。議第21号、松江市総合文化センター大規模改修建築工事の請負い変更契約締結につきましては、設計変更などにより増額変更を行うものです。議第22号、財産の無償貸し付けにつきましては、ホットランド八雲を市民の皆様の福祉を増進し、地域の活性化を図るため、地元の自主運営団体である合同会社ホットランド八雲に無償で貸し付けるものです。議第23号、財産の処分につきましては、松江市浜の木8丁目の私有地を3億6,926万6,425円で公益財団法人島根県観光環境保険公社に売却するものです。議第24号、財産の処分につきましては、松江市西持田町の私有地を7,859万9,999円で株式会社法要不動産に売却するものです。議第25号、包括外部監査契約の締結につきましては、令和5年度における包括外部監査契約を弁護士である大西智之氏との間で締結するものです。議第26号、松江市西カルビ辺地総合整備計画の変更につきましては、市道西カルビ線の拡幅改良工事の工法変更による事業費の増額などにより計画を変更するものです。議第27号、公有水面埋め立てに関する意見につきましては、東出雲町祖谷の公有水面埋め立てについて、埋め立て免許権者である島根県知事から意見の紹介があったことを受け、それに異存がない旨回答するものです。議第28号、指導路線の認定につきましては、開発道路の指導編入により5路線を認定するものです。議第29号から議第36号までの8議案につきましては、公の施設の指定管理者を指定するものです。続きまして、議第37号、令和4年度一般会計補正予算第10号につきましては、繰越免許費を補正するものです。入札の不調などにより、工期の確保が困難となったため、4件を追加し、3件を変更いたします。続きまして、議第38号、令和4年度一般会計補正予算第11号につきましては、国の補正予算に呼応し取り組む事業や、新型コロナウイルス感染症対策関連経費、決算見込みに伴う経費の補正などを行うもので、歳入歳出予算それぞれ19億6,073万3,000円を増額し、予算の総額を1,158億1,603万円とするものです。このうち国の補正予算関連の事業費は8億2,542万8,000円となっておりまして、幼稚園などの送迎用バスへの安全装置導入など、子どもの安全を守るための支援や、祖谷小学校の体育館にかかる長寿命化工事などに関する予算を計上しております。新型コロナウイルス感染症対策関連経費は2億596万9,000円となっており、コロナ禍や燃料費高騰の影響を受けた指定管理者への支援に加え、学校の衛生用品購入やバス事業者における燃料費高騰分の一部を支援する経費などを計上しております。歳入につきましては、国庫支出金や県支出金など特定財源のほか、地方交付税などを計上しております。次に、継続費の補正につきましては、資材価格の高騰などにより、令和3年歳公共土木施設災害復旧事業について増額変更するものです。繰越免許費の補正につきましては、国の補正予算に呼応した事業など50件を追加し、最終処分場管理運営費など6件を変更するものです。債務負担行為の補正並びに地方債の補正につきましては、所要の追加及び変更を行うものです。次に、議第39号から議第44号までの令和4年度各特別会計補正予算並びに、議第45号から議第48号までの令和4年度各公営企業会計補正予算につきましては、燃料費の高騰並びに決算見込みなどを踏まえて補正するものです。続きまして、議第49号、令和5年度一般会計予算についてご説明申し上げます。
令和5年度の国における地方財政対策につきましては、新型コロナウイルス感染症が長引く中にあって、地方交付税等一般財源の総額は前年度を上回る水準を確保した上で、交付税の原資となる国税の増収が見込まれることから、臨時財政対策債の発行は大幅に縮小されております。また、山陰地方の景気動向については、国際情勢や物価高騰などに注視が必要なものの、コロナ禍に応じた各種施策の効果もあり、緩やかな持ち直しの傾向にあると判断されております。こうした状況のもと、令和5年度当初予算は、国の令和4年度補正予算及び令和5年度当初予算に呼応し、切れ目のない事業実施により十分な効果が発揮できるよう編成しております。歳入予算につきましては、地方財政対策に沿って実質的な地方交付税の増額を見込んだ上で、不足する財源については、財政調整基金の取り崩しや減収補填債の発行により必要額を確保しております。歳出予算におきましては、行財政改革の取り組みによって財源の確保に努めるとともに、松江市総合計画松江ドリームス2030の5つの柱に沿う事業について重点的に予算を配分しております。一般会計の予算総額は前年度に比べ 0.1% 減となる1035億1500万円といたしました。新庁舎の第一期工事は完了するものの、総合文化センターの整備が本格化することや光熱費の高騰により物件費が大幅に増加したことなどから、過去最大であった令和4年度当初予算並みの予算規模となっております。以下、歳入歳出予算のうち主な項目についてご説明いたします。まず、一般財源に関して、市税については前年度比 0.6% 増の287億6266万5000円を計上しております。個人市民税は給与所得の増加を見込み、固定資産税は新増築家屋の増加に伴う増額を見込んだところです。地方交付税につきましては、地方財政対策において、デジタル化の推進や私有施設の光熱費高騰対策のための予算が増額されたことなどにより、前年度比 1.8% 増の214億6323万6000円となっております。次に、繰入金につきましては、令和4年度に普通交付税の追加交付を受け、財政調整基金に積み立てたものを令和5年度に活用することとしたほか、私有施設の光熱費の伸びへ対応するため、繰入額を増額したことから、前年度比 8.6% 増の36億17万9000円としております。また、私債につきましては、新庁舎整備の事業費が第一期工事の完了に伴い減少するため、財源となる私債も減額となり、加えて地方交付税の原資となる国税の増収が見込まれることから、臨時財政対策債も減額となったことにより、前年度比 9.8% 減の100億8730万円としております。続いて、歳出予算について費用の性質別に申し上げます。人件費につきましては、令和5年度から始まった定年年齢の段階的な引き上げによる退職手当の減額を見込む一方、人員不足に対応するための会計年度任用職員の採用などにより、職員給与費等が増加したことから、前年度比 1.3% 増の168億419万3000円としております。交際費については、繰上償還をはじめとする私債残高縮減の取り組みにより、前年度比 6.2% 減の107億5251万8000円としております。この人件費と交際費、人件費交際費と前年度比 1.1% 増となった扶助費を合わせた義務的経費の総額は前年度比 0.4% 減となっております。次に、投資的経費につきましては、総合文化センターの整備費が増加するものの、新庁舎の第一期工事完了に伴い、前年度比 7.2% 減の133億5868万円としております。継続費につきましては、カラコロ工房の再整備など3事業を新たに計上しております。繰越免許費につきましては、工事発注の平準化のため、道路、河川などの整備を中心に計上しております。債務負担行為並びに地方債につきましては、それぞれ所要の額を計上しております。
次に議第50号から議第57号までの令和5年度各特別会計予算について主な項目をご説明申し上げます。国民健康保険事業では人間ドックの自己負担軽減などのために保険事業を実施し、健康の保持増進や医療費の適正化を図ってまいります。介護保険事業では松江市高齢者福祉計画第8期介護保険事業計画に基づき、健康づくりと介護予防の推進、多様なニーズに対応した介護サービスの提供などに取り組んでまいります。続いて議第58号から議第62号までの令和5年度各公営企業会計予算につきましてご説明申し上げます。水道事業および下水道事業では第1次松江市上下水道事業経営計画に基づき、地域防災力向上と安全な水の供給と適切な下水処理によって環境負荷の小さい水循環を維持するため、施設や設備の耐震化、緊急時の貯水排水機能の確保、雨水排水対策の推進などに取り組んでまいります。ガス事業ではマンションなど大口需要の新規獲得、多燃料からの転換、エネファームの設置増加に向けた取り組みや、安心安全なガス供給のためのガス管の耐震化を進めてまいります。交通事業では新型コロナウイルス感染症の影響下において公共交通の重要性を積極的に周知し、市営バスの利用を促進するとともに、交通系 IC カードの普及などによる利便性向上と利用者数の回復を図ってまいります。病院事業では新型コロナウイルス感染症に対応する医療提供体制を継続的に確保し、安定経営を推進してまいります。また病床の効率的運用により看護体制の充実化を図り、質の高い医療を提供してまいります。議第63号松江市国民健康保険条例の一部改正につきましては、健康保険法および国民健康保険法施行令の改正による出産育児一時金および保険料の付加限度額の見直しなどに伴い、本市においても同様の改正を行うものです。報告第1号から報告第4号までの4件につきましては、議会の議決により委任された事項の専決処分に係るものであり、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、損害賠償の額を定めたことについてご報告するものです。議案の概要は以上となりますが、引き続きまして、議第49号令和5年度松江市一般会計予算などにつきまして、パネルを用いて補足説明させていただきます。こちらのパネルをご覧ください。また議員の皆様にはお手元にもお配りしております。まず議第49号令和5年度一般会計予算のポイントについてでございます。過去最大規模となりました令和5年度とほぼ同規模の1035億円としております。歳出につきまして4本の柱を設けております。1つが新型コロナウイルス感染症対策、2つ目が松江ドリームス2030の目指す夢を実現できる街、誇れる街、松江を創造するための5本の柱を着実に実行すること、そして必要となる公共施設の建設改修を計画的に実施すること、またエネルギー価格物価高騰の影響への対応でございます。これらにつきまして歳入として市税等、この増額において賄っているという状況にございます。令和5年度当初予算のポイントとして主な政策を掲げております。これらについて具体的に説明をさせていただきます。まず感染症の拡大防止と医療体制の整備でございまして、4つ挙げさせていただいております。医療体制の整備、衛生用品の購入、事業の分散実施にかかる経費、その他の経費について予算に計上をさせていただいております。次に5つの柱の1つ目でございます、仕事づくりにつきまして、職人商店街の実現に向けた着実な取り組みを進めてまいります。今年度より店舗のリノベーション支援については予算化を図っております。例えばものづくり工房、ショップ、カフェ等を複合施設として現在の店舗をリノベーションするといったもの、
またそば打ちを体験できるそば屋の出店等のリノベーションを支援してまいります。また新規の事業といたしまして、工芸作家の街中への出店、中心市街地に出てくる際の家賃の支援補助等をいたします。また加えまして、こういった店舗を点から線につないでいくための取り組みとして、二次交通の実証実験を行ってまいります。具体的に考えておりますのは、人力車、トゥクトゥク、電動キックボード等を使った市街地の回遊性を向上するための社会実験を考えているところでございます。仕事づくりの2つ目でございます。旧日銀松江匠工房、カラコロ工房のリニューアルでございます。この4月から全館休館を予定しております。カラコロ工房は2000年にオープンしておりまして、以降老朽化が進んでおりますので、それに改修を、その改修に合わせてリニューアルをしてまいります。リニューアル後のカラコロ工房とし、カラコロ工房の機能として、本館1階には地元野菜、加工品、工芸品など地元産品を取り揃えたマルシェを、また本館2階3階にはものづくり体験ができるものづくり体験施設を、そしてガーデンテラス部分には夜までにぎわう食のデパートとしてのフードセンターの設置を予定しております。次に仕事づくりの観光振興でございます。先般松江観光戦略プランを策定いたしました。この中でコンセプトとして、オーセンティックジャパン松江、本物の日本がある町松江を掲げております。城下町、水の都、そして暮らしに息づく伝統があるといった松江の特徴に基づきまして、これらにスポットを当てた事業を展開してまいります。まず城下町につきましては、国宝松江城の春にはお城祭り、夏または秋には松江城ライブ、秋には松江水灯路の開催を予定しております。また水の都の魅力を活用すべく、宍道湖を生かしたヘルスツーリズム、また湖畔のにぎわい創出のための嫁ヶ島まで歩いて渡るイベント等の開催、そして嫁ヶ島の桟橋の整備等を予定しております。次に人づくりでございます。11月19日いい育児の日を松江の子育ての日として制定し、11月19日に子育ての日イベントを開催することを考えております。松江市役所の新庁舎を会場の一つといたしまして、マルシェや自然体験、スポーツなどが実施できる会場といたします。また松江市総合体育館に子ども向けの職業体験イベント、また消防車等の働く車を展示するといったイベントを開催し、この会場間をシャトルバスの送迎でつなぐといったことを考えております。またこの子育ての日の前週1週間につきましては、子育ての日キャンペーン週間として、社会全体で子育てを応援する企画の開催を予定しております。次にギガスクール構想推進のための ICT 教育の教育環境の整備でございます。松江市内の各学校においてギガスクール構想で目指す一人一人の教育ニーズに対応した学びの実現などを実現するために ICT 環境整備強化してまいります。具体的には全校でネットワークの高速化を実施する、そして教職員の ICT 利活用環境の充実のため、1台2役の PC 端末を導入する、また安心安全にネットワークに接続する環境の整備、教職員に対する ICT 利活用支援のための研修の企画等を予定しております。次につながりづくりでございます。松江市の花である椿が、市の花に制定されて50周年を迎えるというタイミングで、全国椿サミットが来年3月に開催されます。これを市下である椿の魅力発信と振興を図り、また松江を全国にアピールする機会と捉え、この開催に向けて準備を進めてまいります。従来開催されている大会に習いますと、4000人以上の非常に大きな人出があるものと考えておりまして、そのための楽しいイベントを企画してまいります。
またつながりづくりでございます。総合文化センターのリニューアルについてでございます。総合文化センターについては昨年4月から全館を休館いたしております。現在改修工事を進めておりまして、新しい総合文化センターには学習室、お話の部屋、授乳室を新設するほか、 Wi-Fi の導入なども予定しております。オープンが令和6年の4月ということになりますが、それに先んじて中央図書館につきましては今年10月にリニューアルオープンする予定となっております。この中央図書館、現在休館中も代替サービスとしてイオン松江およびスティックビルでの本の貸し出しができるようにしておりまして、新規のサービスとしてイオン松江に予約本の無人貸し出しロッカーの設置などを行ってまいります。次に土台作りについてです。まず公共交通網の形成でございます。今年4月に AI デマンドバスの運行を八塚町全域、三保関町宇井地区で始めます。この実証検証に基づきまして、また改善を加えた上で他のエリアへの導入を予定をしております。その拡充を来年度検討してまいります。そしてこの AI デマンドバスを含む松江市内の地域公共交通の在り方について地域公共交通計画を策定することとしております。各公共交通の結節、松江の街づくりを基本とした公共交通の在り方についての検討を進めてまいります。また地域の拠点施設整備による住民サービスの向上を図ってまいります。東出雲につきましては支所、公民館、図書館、子育て支援センター、地域包括支援センターを整備いたしまして、5つの機能を持つ複合施設としての拠点整備を行います。工事は現在進められておりまして、今年の6月に供用が開始される予定となっております。また地区や公民館につきましても老朽化が進んでおりまして、建て替え整備をするという予定でございます。建設工事を経まして来年、令和6年4月から6月頃の供用開始を予定しているところでございます。次に住生活基本計画に基づいた市民の皆様の住生活環境の改善向上を支援する取り組みでございます。住生活基本計画をこの3月に改定する予定でございます。これに基づきまして、まず U ターンする方が新たに3世代同居あるいは5キロ以内の近居する場合の引っ越し費用の補助について、1軒あたり2分の1、9万円を上限として補助を行う制度を設けます。また民間住宅所有者が既存の住宅を身体障害者の方向けに住戸に改修する際の費用につきましても、1戸あたり100万円、2分の1を上限に補助を行う制度を設けたいと考えております。最後の項目、仲間づくりでございます。中海宍道湖大山圏域市長会の連携をさらに高めてまいります。去年の12月には山陰いいものマルシェを安来市内で開催いたしております。また県域のインバウンドのプロモーションでは昨年の10月に台北市との交流促進覚書を締結し、その関係を深化していくというステージに入ってまいります。県域のインフラの整備につきましては、八の字ルートの整備促進などに向けて国への要望等を共同で行ってまいる予定でございます。ここまでが一般会計予算の説明でございました。令和5年度に組織変更も予定しております。こちらは議第3号松江市事務文書条例の一部改正の中身となります。現行子育て部がございます。これをこの4月から名称を変更し、組織を再編して子ども子育て部としたいと考えております。これは子どもの視点に立った政策を展開するための組織再編でございまして、安心して子どもを産み育てることのできる環境の充実を図ってまいります。また児童福祉法の改正施行によりまして、令和6年4月から努力義務化されます子ども家庭センターの設置について、法律の努力義務化よりも1年前倒してこの4月より設置をしてまいります。
このセンターの設置によりまして、すべての子育て世帯、妊産婦、子どもへのきめ細やかで切れ目のない支援を提供してまいります。例えば具体的に申し上げると、乳幼児健診の対応と児童虐待に関する相談窓口、これまでは異なっておりました。それを一本化することによって、皆様の相談にきめ細やかに対応するということが可能となります。繰り返しになりますが、この4月から子育て部を子ども子育て部に組織改編してまいりたいと考えております。以上、本定例会に提出させていただいております議案についてご説明申し上げました。ご審議のほど何卒よろしくお願いいたします。